なんだろう。すっげえ安心する。それにすっげえ嬉しい。力があふれる。今ならいける。この勝負俺が勝つ。戦闘開始。おかしいガキが。落ち着いた。勝負あり。戦闘開始。止める。今よ、やっちゃいなさい。
九尾。わしを怒らせたな、ナルト。まだこんだけの力が。やっぱすげえや、お前。でも。しねえから、少しの間待っててくれ。やったわね、ナルト。うん。母ちゃんは今これで港のところへやっと行ける。うん。でも行く前にあなたに言っておかなきゃならないことがあるの。え？ナルト、あなたが生まれた16年前の事件、その真相を言っておくわ。16年前の真相？私はあなたの前任の人中力。まずはそこからね。キュービの人中力だった。母ちゃんが？そう、私はキュービの器となるため、今は亡き渦潮の里から木の葉に連れてこられたの。キュービは、ちょっと待ってくれ。渦潮の里から連れてこられた。それに器ってどういうことだよ。渦潮隠れは封印術を得意とする一族でね、木の葉とは特別に深い関係にあったの。そしてその一族の中でも、私は特にキュービを抑え込める強いチャクラを持っていた。だから母ちゃんがキュービの器に決まったってのか。そうよ。だよ、それ何なんだよ。それはそれじゃまるで物扱いじゃねえか。連れてこられた時に事実を知らされてなかったし、それを聞いた時は私もショックだった。人中力のプレッシャー、孤独感、いろんな意志が降りかかって潰されそうになった。でもね、そんな時に私の前任の人中力だった
渦巻ミト様が教えてくれたの。私たちは九尾の器としてここへ来た。でもまず先にその器に愛を見つけて入れなさいって。そうすればたとえ九尾の人中力として生きていくことになっても幸せでいられるって。なら母ちゃんは人中力だったけど幸せだった。うん。もうナルト、あなたが泣くことないじゃない。あれ、何？16年前に木の葉を襲った九尾の事件、あれは暁の面をしている男の仕業だって父ちゃんが言ってた。それなのになんで母ちゃんが九尾を持ってたんだ？父さんから詳しくは聞かされてないよね。そっか、港は時間が足りなかったのね。確かにそう、16年前に里を襲った九尾はその面の男が操ったのは事実。でもその寸前までは私が九尾を封印して持っていた。じゃあなんで？その面の男、そいつはなぜだかはわからないけど知ってたの。何を？人中力の美獣の封印が弱まる唯一の機会を知っていた。そこを狙われて九尾を奪われた。封印が弱まる唯一の機会、何だってばよそれ。出産よ。人中力の女性が妊娠をし出産を迎えるまでの約10ヶ月の間、封印に使っているエネルギーがお腹の子供へと移行していくために美獣の封印がそれに比例して弱まっていく傾向にあるの。16年前の10月10日、私は三代目様の命のもと里から離れた結界の中で出産をすることになった。これは出産の際にもし封印が解けて九尾が出てきてしまった場合のことを考えての処置。港も出産には立ち会ってくれることになって準備は着々と進んでいったわ。出産に関しては極秘事項だったけどね。なら俺は先に行くけど問題ないよね？もし陣痛が来たらすぐに周りの人を頼るんだよ。俺もすぐに駆けつけるから。もう分かってるって。それと木の葉の門に迎えの忍びがいるからちゃんと連れてきてもらうようにね。あとは港、私のこと子供扱いしてる？いやそんなことはないよ。ないけど。ほんと、いつまでたってもその性格は治らないわね。心配無用、私は大丈夫だから。さっさと先に行って用意しておいて。クシナ、いい？私たちはこれから親になるんだから、オタオタしてたらナルトに笑われるわよ。そうだね、ナルトに情けない姿は見せられないな。でしょ。わかったよ。それじゃあ先に行ってるから、後で結界の中で会おう。まったく。ま、慌てる気持ちはなんとなくわかるけど、でももう少しで会えるね。